藤波五一、以下先鉄症増臭より、小島直室、小島直室海元年12月7日は、江戸時代末期の幕府遺憾。署名は、和、関、字は、学位にしえ、校は、宝祖、通称は、木安、春よ。幕府医学館交渉派の重鎮。森尾外の子伝、小島富本に述べられる。代々幕府に仕えた、以下、小島家の、第8代にあたる。 父は五番医師小島俊安。母は前の両宅の娘であるので、両宅の外孫にあたる。下谷泉橋通にある家に第三子として生まれる。今日は三年父の死去を受け、家を継ぐ。文化八年、倹約途上を許される。文化十年、十七歳で医学官医薬調合役を命ぜられた。文化十三年十一月に奥医師、 山本総英尾門水井の娘をめとる。同じ年の12月には、医学官による清澄総六の広告に預かったという理由で銀を賜る。天保11年12月16日方言に、助せられる。将軍、徳川家成やその子女の治療にあたる。多旨玄剣らとともに、医学官で、指導的な役割を果たした。海元年母子、三田立臨時に葬る。 家はしそ春木がついだ。森外、大外選手第7巻岩波書店、1979年 P186。森外、大外選手第6巻岩波書店、1979年 P345。森外、大外選手第6巻岩波書店、1979年 P345。ありがとうございます。